ギリシャ共和国で用いられる地方区分方法の一つに地理的な地方がある。地理的区分による地方は現在の領土を以下の9つに分けるもので、かつては行政区画として用いられた。1982年以降、広域行政区画としてはペリフェリアが用いられているが、地理的な地方も地域名称として用いられることがある。ギリシャ全土を九つに分ける 地理的地方区分、ディアメリスマタとペリフェリアは同じ名称を持ちながら異なる範囲を指し示すことがある。ディアメリスマタを地方や州と訳すこともあるが、ペリフェリアも同様に地方や州と訳されることがあるので注意が必要である。独立当初のギリシャは中央ギリシャペロポネソスと英外諸島の一部のみを国土としていたが、ギリシャの領土拡大とともに、 地方は増え、1920年代には9つとなった。行政区画としては、中央ギリシャからアッティカが分けられた時期があり、その間は10となる。かつて用いられた地理的な地方、カリクラティス改革まで広域自治体であった、ノモス、地理的な地域に代わる広域行政区画であるペリフェリアを示す。なお、カリクラティス改革に際して、 ペリフェリアが自治体となってノモスは廃止され、ノモスに代わって行政区が設置された。ペリフェリア系のティータの多くは、かつてのノモスの範囲を継承しており、そのまま県とも訳される。ありがとうございます。